二上春吉ニ上春吉から1961年10月1日は、明治時代後期から昭和時代前期の政治家、実業家、衆議院議員。郷土、二上深志蔵の次男として、伊予国和軍すくべ村に生まれる。南予中学校を経て、イギリス法律学校を卒業し、内国通訳会社員、東京モスリン防食会社支配人となり、三井物産に迎えられ、 九州の石炭事業を統括した。大阪西、名古屋、文字の隠し店長を歴任した後、1921年、大日本人造肥料会社が創立すると、三井系の代表として、専務取締役に就任した。ついで、日本油脂会社社長になった。他、合同油脂専務取締役を務めた。1924年5月の第15回衆議院議員総選挙に、 共闘から押され出馬するが落選。続く1928年2月の第16回衆議院議員総選挙では愛媛県第3区から立憲政友会所属で出馬し当選する。高知、愛媛両県で紛糾していたスクモワン乳魚問題の中央交渉に尽力した。続く選挙には出馬せず実業界に戻り、台湾肥料、カラフト開発各社長、朝鮮有志、 満州油脂、日本医療、日産化再開上保険、大日本特許肥料、宇部磁素工業、宇部高産核、取締役、日本グリセリン同業会長、中央大学幹事、同理事などを務めた。南陽時自身分社取締役にも名を連ねた。俳句をよくし白うと号した。ありがとうございます。